ソフトダーツプロフェッショナルツアージャパン2024ステージ14宮城、仙台市は宮城の区夢メッセ宮城からライブ中継でお送りしています。右上字幕が出ていますが、2度目の優勝を狙う森田プロ、そして4連覇がかかる林プロ。さあ、コーク18ミリ通しで Thank you, ladies and gentlemen. Five leg match. 林プロが先行のようです。501女子はファットブル形式です。ステージに関わらずフォーマットは501のファットブル。スタートを決めました。4大会連続の決勝。本当になんか最近安定してブル入れてますよね。はい、ナイス。こちらも負けていません。2度目の優勝を狙います。森田プロ、年間ランキングは林選手首位、森田選手は6位です。ウォーズも見えている、そして年間女王が見えている、この林選手。ナイス、連続のハットトリック。いや、今日もいいですね、林選手。9ダーツ狙いに来ましたね。そうですね、虹のトリプルを狙っていきました。全然いいですよ。フィニッシュ圏内83です。さあ、これでハットトリックで135残りがベストですね、森田選手。ナイス。さあ、こちらもフィニッシュ圏内。さあ、これで林選手17トリプル16ダブル17シングル16シングルブル、20でもブルでもいいです。来ましたね、10ダブル。ナイス、右決めていきました。笑顔がはじけます。いやー、落としません。一つもレグを落としていない。今日も快進撃続きます。林桃香、ここまで10連続レグを奪取しています。グルーピングはいいんですけどね。はい、惜しかったですね。さあ、これ19からですね。もうトリプル入ったら20クローズいくんじゃないですかね。はい、ナイストライ。さあ、これ森田選手は点数を十分取った方がいいですよね。もう一本いいですね。これで、おお、もう一本いくんだ。ナイス。おー、トンゲイティ。さあ、こう19トリプル3本入るかな。いいですね。ナイス。いや、ナイスですよ。あの1本目いやらしいところに入ったのをね、なんとか1本トリプルにねじ込みましたね。19クローズ。ナイス。さあ、17からでもいいですし、18からでも大丈夫ですね。ナイス。20ダブルを狙いましたか。そうですね。ナイスか。
20トリプルよく入っています。今日はお兄さんもシードを取っています。兄弟でジャパンを盛り上げています。20に行くんじゃないですかね。大事なとこですけどね。今のこれで森田選手が18クローズして20を加点すると思うんですよね。おーおーおーおお、こう20で加点するんじゃないですかね。とりあえずここはノーマーク。そうですね、これ痛いですね。もう林選手はさっきの続きみたいな感じで20のクローズからでもいいと思いますよ。しっかり20をクローズしてでもいいですし、18からでもいいです。20クローズ、ね、これで18、もう1本ナイスカバー。このトリプルは大きいです。点数は回りました。さあ17トリプル2本必要ですね。全部シングルです。さあ林選手は17クローズからダーツ余ったら18加点みたいな感じですよね。おそらくね18もいくんじゃないですかね。これ、もう1本、ここはプッシュに行きますがワンマーク、ね、このここがすごく大事なところですよね。さあ18、さあ逆転、ナイストライ。2本入りましたが1点差。18トリプル、もう1本来ました。これで17来ますよ。来たー、ナインマーク。第7ラウンドでナインマークを出しました林桃香プロ。ナイスですね。6マーク食らいつきます。さあこれで林選手1本目16入るとかなり大きいですね。18で加点、いやいいですよ。ナイス、徹底してますね。落ち着いてますね。もう徹底してますよ。自分の攻め方をきちんと確立できてますよね。相手が誰だろうが、どの状況だろうが、自分がやれることをやるだけやるっていう感じですよね。さあこれはもう16からでもいいですし、15からでもいいですよね。16クローズ、15きますね。ナイス、15オープン。もう残るはプルのみです。ラウンド10、大きな点差がついています。プル2マーク、130点差。インナーベル、ナイスだ。一気に決めました。いやもうあれですね、もう自信持って投げてますよね。はい、いやーブレイク11レグ連続で取っています。今日の林止まりません。さあこのスタートをしっかりできれば優勝がぐっと近づきますね。5本以上欲しいですね。いわゆるパーフェクトレコードでのステージ4連覇となるでしょうか。2マークでのスタートになりました。さあこれで森田選手チャンスですよ。これはもう是が非とも7マーク以上欲しいです。
スリーマーク。20クローズです。19ナイスだ。19オープン、加点まで行きました。いや、大事なとこのトリプルちゃんと入れてきますね。はい、今シーズンすでに5回優勝しています林選手。これで19いくんじゃないですかね。さあ、ここは森田選手は17トリプル1本目欲しいですね。いいですね。次はどちらでもいいですね。これ19いってもいいぐらいですね。ナイス。さあ、これで林選手は、まあ、あの19一本でもね、点数上回るんですよね。だから2本目からも17で考えておいていいと思いますよ。ただ先行でリードしてるんで、そうですね、点数を厚めにちゃんと取って、ナイス17クローズ。なんかもうね、言わなくても分かってますよね、感じですよね。なんかね、森田選手はもう何でもいいから点数たくさん取らないとちょっとまずいですね、このままでは。いや、流れが、まあ、終始林選手に傾いています。いやー、でもこんなね、自信満々でこう投げられて、しかも入ってますからね、これはちょっと強いですね、林選手。お兄ちゃんが嫉妬するぐらいあると思いますよ。そうですよね。さあ、来ました。これ森田選手もラストチャンスだと思ってやった方がいいですよね。もう一本、さあもう一本、トリプル一本足りない感じしますけどね。これで林選手19で加点してから16シングルでクローズだと思いますね。ナイス、16クローズ。さあ、これで森田選手は15トリプル2本で19トリプルトライですね。もったいないな、もったいないな。ナイスですけどね。6マーク。19をまだ持っています。これはもう無理に15いかなくてもいいぐらいですよね。全部19でもいいぐらいですね。しかし15カット、強えな。4マーク。いや、もうよっぽど自信がないと、あの15トリプルトライできないですからね。林選手相当自信持ってなんかですよね。ハットトリック。さあ、これでブル3本で優勝ですね。リードは9点です。そうですね、外すなら1本目ですよ。3本目外すのが一番まずいですからね。19、もう一本、トリプル。ナイスだ、ナイスカバー。さあ、森田選手ブル5本入れないと点数は回れないですね。なもう一本、わあ、惜しい、4本。ナイストライ。さあ、もう一回来ました。スタッキーと一緒ですね。で、1本目から思い切っていった方がいいですね。そうだな。ナイス、決まった4連覇。そして今シーズン2回目のパーフェクトレコード。
12レグ連続取ってステージ制覇を果たしました。それでは優勝されました林桃佳プロに今の気持ちをいただきたいと思います。お願いします。遅くまで、応援してくださった皆様、そして中継をご覧の皆様、応援ありがとうございました。はい、もうね、皆様もお分かりかと思いますが、なんと林桃佳プロ本日の優勝で4連覇となりました。今季6勝目の優勝となります。前回のね、優勝のコメントで考えすぎてしまって自分のダーツが分からなくなってましたというお話もありましたけれども、今日はいかがだったでしょうか。そうですね、今日はもちろんランキングは意識してますし、ね、兄弟で参加したいと思ってるスーパーダーツももちろん意識してるんですけども、今日も全部、はい、本日ワンレグも落とさずに全勝での優勝となっております。はい、ありがとうございます。みたいな感じで、いいダーツが打ててたのでのびのびと自信を持って決勝まで来ることができました。ありがとうございます。はい、ぜひですね、最後に会場で応援してくださった皆様、そして中継をご覧の皆様に向けて次回の意気込みも含め、ぜひメッセージをお願いいたします。あと何回優勝したら1位取れますかね。どうですか。ね、6回優勝してるんですけど、まあ、何回来てもこの舞台は緊張するもので、今年は本当に年間1位だけを狙って、残り4戦ですか、4戦も頑張りたいと思いますので、これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ジャパンステージ14宮城、ジャパンレディース優勝は林桃佳プロでした。おめでとうございました。